見て笑ったでしょう。手紙？ゆえ、手紙なんてともちゃんにあげてないよ。だから知らないってば。何？組長ヒューガ葵？実はあんまり内容覚えてないんだよ。だって見てる間中ずっと考え事してたんだもん。そんなの言わなくたってわかるでしょ。ともちゃんのことに決まってるじゃない。本当言うと、あの映画あんまり見たいとは思ってなかったんだよね。っていうか、全然興味なかったりして。だからね、それもともちゃんが見たがりそうな映画をわざとチョイスしただけなの。ゆえはともちゃんと一緒にどっか行けるんだったら、人形ものだろうとなんだろうと別に内容なんかなんだってよかったんだもん。なんでバカなのよ。え？じゃあ今はどういうのが好きなの？とかドピャドピャ出まくりだってば。
話しかけんなよな。これで5連勝だぜ。ま、勝負はここだからな、ここ。友也、お前そりゃ俺に対して失礼だぞ。俺たちはフェアな戦いをしたんだ。勝ったやつは勝ったやつらしく堂々と威張ってりゃいい。負けたやつに情けなんかかける必要はないんだ。他に言うべきことは何もない。負けは負けだからな。言い訳なんかしたって見苦しいだけだ。敗軍の将、兵を語らずってな。あ、そうだ、あと一つ言い忘れたことがあったっけ。なんか友也勘違いしてるみたいだからさ。ああ、友也が俺たちの前に現れた時な、あん時俺は告白しようとしていたわけではなかったんだ。告白しようとしてたんじゃなくて、すでに告白し終わった後だったんだよ。そしたらゆえちゃん、なんて言ったと思う？ごめんなさい、他に好きな人がいるの。だってさ、なんかお手本のような振られ方だよな。しかもさらにダメ押しで、実はその人のこと忘れようと思ってしんくんの誘いを受けたの。俺はしばらく旅にでも出ようかと思ったよ、本気で。でもさ、その後何回も何回も本当に申し訳なさそうに謝るからさ、なんだかこっちまでいたたまれない気分になってきちゃって。そんで俺はゆえちゃんの肩に手をかけてさ、俺、ゆえちゃんのこと応援してるから諦めないで頑張れよって言おうと思ったところへ智也がやってきたってわけ。ま、要するに友也が気にしてたことは杞憂に過ぎなかったってことだな。全ては解決済みだったってことだ。待っててくれたんだ。コオロギ、その割には全然汚れてないみたいだけど。って、いつもいつもごめんね、ともちゃん。
のどかだね。なんかこう平和って感じがするじゃない。なんで？うん、あれは居眠りをしながらライブにでも行った夢でも見てるのかもしれないよ。あれはゆえ、本当はね、まだ大人になりきれないでいるので、奥歯の乳歯が未だに永久歯に生え変わらないんだよって。そんなゆえの恥ずかしい秘密を打ち明けようかななんて思ったんだけど、やっぱりバカにされそうだったから言うのやめちゃった。ってことで、また明日ね。じゃあね、ともちゃん。ともちゃん。
なんか最近元気ないよね。そうかな。あのね、ともちゃん。ぷいぷい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 。だってもう長いこと会ってないんだもん。早く戻ってきてくれないかな。うん、そうだね。ともちゃんのほっぺとは全然感触が違うもん。やっぱりあの子じゃなきゃダメみたい。ともちゃんじゃ代わりにはならないよ。代わりになんかなれないもんね。ねえ、ともちゃん、今度の日曜日、遊園地行こうよ。決めた！観覧車！観覧車に乗ろう！
ジェットコースターね。今度はあっちのジェットコースター乗ろうよ。あれ？どうしたの、ともちゃん？ああ、さては怖いんでしょう。あ、やっぱりともやも怖いんだ。実はね、今日はともやの大好きなものを入れたんだけど、わかった？当たり！もうめちゃくちゃ怖かったね。ぐわーって持ち上げられちゃうみたいで。ゆえなんか未だに足が震えてるもん。あ、ねえともちゃん、見て見て。ちゃん、メリーゴーランドのメリーってどういう意味か知ってる？あのメリーってね、メリークリスマスのメリーと同じなんだって。つまり陽気なとか愉快なって意味なんだよ。ともちゃんは楽しかった？ゆえはね、すっごく楽しかったよ。本当にすっごく楽しかった。だけどともちゃんはそうでもなかったかな？ともちゃんが何を思ってるのかなんて、ゆえはずっと前から知ってたんだから。ともちゃんは今でもあやちゃんのことが忘れられないんだよね。ともちゃんの中にはあやちゃんだけしかいないんだよね。ゆえなんかじゃあやちゃんの代わりにはなれないもんね。もうやめようよ。もうこんなこと終わりにしよう。こんなの全部嘘だもん。作られたお芝居なんだもん。そうでしょ、ともちゃん。もうやだよ。
こんなのもう嫌なんだもん。どうしてかばったりするの？そんなことしたって何にもならないのに。やっぱりあのままほっといてくれればよかったんだよ。じゃあ本当のゆえを知ってもそのままでいられる？私のこと、ともちゃんに隠してたんだよ。昔から、ずっと、隠し続けてきたこと。あの日、あやちゃんがいなくなった、あの日、本当はゆえ、あそこにいたんだよ。あやちゃんがいなくなったのは、全部ゆえのせいなの。あの道路の反対側で、あやちゃんを呼んだのは、ゆえだったんだよ。だから、もう、ダメなんだよ。最初から、ゆえには、ともちゃんと話す資格なんかなかったんだ。悪いのは、全部ゆえだったんだよ。何もかも、全部。